ある、来てたんだ。後ろ手に扉を閉め振り返る。だけどそこに黒はいなかった。春に、東也に朝日さん。思ったより賑わいでいた夢の寝床だ。黒は素早く2階の部屋へと上がっていったようだった。朝日さんはその様子を見ていたのだろう。やれやれとばかりに首をすくめ、俺に苦笑いを送っていた。黒、俺の前では一生懸命話をしてくれようとするけど、俺以外とはほとんど会話をしようとしない。目を合わせようともしない。それは昔から変わらずそうだった。春が気まずげな笑顔を見せていた。そんな春に俺は言う。店内のテーブルに広げられた材料やらを見渡しながら、できるだけ軽い調子で。今日はコロッケ？あ、うん、そうみたいだよ。春は微笑む。東也と一緒にお手伝いしてたんだけど、美味しいのいっぱい作っちゃうよ。しっかりこねて、綺麗に丸めて、食べ盛りな男の子のお腹もいっぱいにできるようにって。パン粉や小麦粉で真っ白になった両手をにぎにぎとさせ笑う。俺もつられて笑顔を作る。今夜もごちそうになっちゃうだけじゃ悪いから。だから、せめてお手伝いくらいはしたいと思って。なるほど。ところで春、料理とかできたんだ。え？いや、俺さ、春は料理は苦手なんじゃないかなって勝手に思い込んでたよ。例えばって？うん、例えばさ、破壊的な味覚のセンスで料理が猛毒に変化したり、だけでなく、調理中の鍋が、破裂したりするようなタイプだと勝手に思ってた。そんなことないよと言って怒られるかと思った。だが、春は決まり悪そうに視線を泳がせ言った。ないとは言えないかもだね。ああ、やっぱり？やっぱりって何？唇を尖らせていた。大河君、君はあれだね。昔に比べてずいぶん体が大きくなったけど、意地悪な心も一緒に大きくなっちゃったんだね。なんだか、千葉ちゃんがかわいそうだよ。プリプリっとしながら春は言う。お鍋を爆発させちゃったのも、食べた人を失神させちゃったりとかも、そんな失敗はもう何度も何度も繰り返してきたから。だから今はもう人並みにはできるんだよ。なるほど。この数年君もいろいろ大変だったんだな。しみじみとした。当然だが俺の年月にいろいろなことがあったのだから、春の過ごした年月にもまたいろいろなことがあったに違いないのだ。改めてただいま帰りました、朝日さん。少し遅くなってしまいました。うん、おかえり。何かあったのかなって心配してたんだぞ。朝日さんは微笑んでくれる。東也と一緒にコロッケを丸めながら。学園でちょっといろいろありまして、今日はいつもより課題がマシマシです。そっか。それならしっかり食べて、力をつけなきゃだ。美味しくなるように頑張らなきゃ。責任重大ですね。うん。自分でこねこねしたコロッケ、美味しいよね。すごく。東也が真剣な顔でコロッケを丸めていた。ああ、自分たちで作ったコロッケは不思議なくらい美味しいぞ。餃子とかも同じだな。一個一個自分の手で丁寧にお肉を包んで作っていくんだ。お店のものより断然不格好なのに、どうしてか断然美味しくできちゃうんだ。そういった不思議を今日はみんなで作ろうかと朝日さん。わかりました。一番いいのを作って朝日さんにご馳走しますよ。俺は腕まくりをする。さて、まず何をしましょうか、朝日さん。玉ねぎ切ったりとかですかね。ええ、何でもやりますよ。俺、知っての通り、料理とかからっきしですけども。そんな得意そうに言われてもな、反応に困るよ。苦笑いで朝日さんが言い、その隣でパンと音がした。なんだ？振り返ると。どうしたんだ、トウヤ、その頭。真っ白だった。トウヤはケホケホと咳をする。小麦粉の袋、パンってなっちゃった。どうやら小麦粉の袋を開けようとして力が入りすぎてしまったのか、破裂してしまったらしい。ごめんね、お姉ちゃん。もったいないことしちゃった。それはいいよ。気にするな。頑張ってくれたんだもんな。それよりも。朝日さんはトウヤの手を取る。そしてその指先や手のひらを見る。怪我とかはしてないか？真っ白けになっただけ？うん。大丈夫。平気だよ。そうか。平気か？それならよかった。安心だ。息をつき、だけど朝日さんは小さく吹き出す。トウヤ、コロッケの代わりにトウヤを揚げて食べちゃおうか。きっと美味しいぞ。今日のお姉ちゃんは意地悪だよ。ルクレッツラをするトウヤだった。トウヤ、料理の前に一緒にお風呂入ろうか。朝日さん、いいですか？うん。お願いしてもいいかな。コロッケ作りはそれからにしよう。トウヤの手を引き、背を向けた春だったけど。こちらを振り返り、俺を見てる。何？覗いちゃダメだよ。絶対ダメだよ。この流れでそれを言うってことはもう覗けってことやねんか。覗かないよ。覗いてほしいって感じやねんか。そんなエロキャラなんかなかったぞ。本当に？本当に。深くうなずく。俺、子供の裸には興味ないんだ。だから安全。それってどういうことかな？目を細めた。私だってもう昔みたいに子供じゃないんだよ。だから。いや、春のことじゃなくて、トウヤのことで。私だって子供じゃないもん。かわいい。失礼だよね、まったく。失礼だよね、まったくだよね、と二人はプンスカしながらお風呂場へ。一体何だったんだ？首をかしげるばかりの俺だった。朝日さんが笑う。やっぱり、春がいるといつもより、ほんの少しだけ、大河は様子が違うよな。そうですか？うん。ちょっとはしゃいでるっていうのかな。そんな感じがするよ。どうだろうか。そんな自覚はまるでないけど。タイガ。はい？君が最初にここに来た時は大変だった。ああ、一筋縄じゃいかなそうな子が来たなーって思ったんだよ。そうなんですか？初見ですけど。そりゃそうさ。初見？今、初めて言うんだからね。初耳か。初耳だな。にっこりとし、朝日さんは言う。ハルと話してる君を見ていると、どうしてかな、あの頃のことをなんとなく思い出してしまったんだ。まるで共通点なんてないのに。うん。君は、そうだな。今だから正直に言えることではあるけれど、控えめに言っても変わってた。朝日さんはしみじみとしていた。それまでここで出会った子たちとは少し、いや、かなり違ったんだ。君の抱えた願いは、子供が抱くには早すぎるものだった。だから、どう接するのが正解なのか、実は結構悩んだものだよ。そうなんですかと首をかしげる俺に朝日さんは、ああ、そうだよ、実はね、とうなずいた。まあ、何が言いたいのかというと、タイガ、君が元気になれてよかった。そして、無事、こんなに大きな男の子に育ってくれた。それもまた、嬉しい。ほら、見てみろ。もう私より背が高い。初めて会った時は、トウヤと同じくらい小さかったのに。まったく、生意気だよな。朝日さんはピタリと俺に肩をつけて立つ。そして、すくすくすと笑う。頑張ってつま先立ちしてみても、君の首元くらいにしか、私はもう届かない。こんな風に笑顔を向けられてしまうと。朝日さんと初めて会った時か。俺も昔のことを思い出さずにはいられなくなってしまう。数年前、少女たちの戦争が始まる少し前、初めて夢の寝床の扉を開いたあの頃の俺は、何もかもが小さく無力だったこの俺は、どうしても自分のことが嫌いで、憎くて、許せなくて、すぐにでも死んでしまいたかった。